皆さんこんにちは、彫刻家の井上力です。今日は今ここで、この購入した木材、これ赤松の木なんですけど、この赤松の木を削って、作品を作ろうと思ってます。今あの松本の山がすごく松枯れで被害が多いんですけど、そのまだ枯れてない状態の松をこうやって、使わせていただいて、これを今切って彫刻にしようと思ってます。春になっていい季節になったので、外で仕事ができるかなと思ってます。